イクニキヨは、中華人民共和国の軍人、政治家、中国人民解放軍総政治部主任、中国共産党中央政治局委員などを務めた。最終階級は上昇。チワン族出身。1929年、中国共産主義青年団に加入し、同年夏に農民赤英軍に加わり、12月に百色機義に参加、皇軍第七軍に編入。 1931年、中国共産党に入党。1931年7月、転戦しながら北上して、中央革命根拠地に到達し、中国高能工軍第7軍配長、連長を歴任。1932年、随金中央軍事政治学校に入学。卒業後も同校に泊まり、連長や軍事教員を務めた。1933年10月、 特化学校公平衛生事院。第3次から第5次までの反囲い創作戦に参加。1934年10月、軍事委員会館部団第4 a a 長に任命され、調整に参加。中央航軍と航軍第4方面軍が合流すると航軍大学特化団代理団長。1935年10月、航軍学校軍事衛生事院。 1936年11月、日中戦争時、八祖寺軍総部随衛学校校長、中国人民抗日軍政大学第一、文工訓練部部長、副校長、三島渋滞老会南進死体政治委員、新四軍第三師、第九旅政治委員、旅長、第四師副市長を歴任。国境内戦時、加藤屋戦軍、第二渋滞司令員兼政治委員。 祖北兵団司令員第三野戦軍第十兵団政治委員中華人民共和国建国後は、中ベトナム軍事顧問団団長、厚生省省庁公安軍副司令員中共厚生相続自治区委員会第一書記、自治区人民委員会主席、自治区政治協商会議主席、厚生軍区第一政治委員中共中央中南局、第二書記、 中共関東省委員会第一書記、公衆軍区第一政治委員、中国人民解放軍総政治部主任、中国共産党中央軍事委員会副秘書長を歴任。1955年、上昇の階級を授与。第1回、第2回、第3回国防委員会委員、第1回全人大常務委員、第4回、第5回、第6回、 第7回全人大常務委員会副委員長、第4回、第5回全国政協副主席、中国共産党、第8回候補中央委員、中央委員、第9回中央委員、第10回、第11回、第12回中央政治局委員。1989年6月14日、死去。ABCDFGHO2000。 P61、遠移2001、P381 200、O2000、P62、遠移2001、200 P388、中華人民共和国主席令中華人民共和国主席令第4、届全国人民代表大会第1次、会議環境第5、届全国人民代表大会第1次、会議環境中華人民共和国全国人民、 代表大会広告中華人民共和国全国、人民代表大会広告中国共産党、第8届中央委員会委員は候補委員名、単中国共産党8届11、中前会関助中国共産党、第9届中央委員会委員は候補委員名、単中国共産党、第10届中央委会第一次全体会議候補中国共産党、 第11届け中央委員会第1次全体会議新聞広報第12届け中央委員会第1次全体会議広報ありがとうございます